とっとと鎧を置いたいが、こいつらを相手にせずに進むのは難しそうだ。早くシャオメンを助けないと。邪魔するなら倒すまでです。どんどん行きましょう。このままお返しします。せめて安らかに行くがよい。どんどん行きましょう。いい度胸だ。ならば安らかに行くがよい。そこに扉がある。急ぐぞ。まだだ。どんどん行きましょう。せめて安らかに行くがよい。ならば
いい度胸だ。遅い。祈る間は与えん。いい度胸だ。せめて安らかに行くがよい。せめて安らかに行くがよい。今日だ。はい、お任せください。いい度胸だ。いい度胸だ。やりましたわ。なんとか切り抜けたか。この扉、奥に続いてるみたいです。何が待っているかわからんが、進むしかないな。怒り狂うグラトニーが暴れる現場を脱したロイたちはセントラルに戻った。ノックスの自宅にランファンを運び込んだ後、ロイとホークアイは敵と味方を見極めるため軍部へ向かう。
自身の目の前で兄エドワード・トリンがグラトニーに飲み込まれる一部始終を目撃したアルフォンス・エルリック。何よりも大切な兄を失ってしまった喪失感により、ただただ呆然と佇むしかなかった。オムンクルスとの戦闘中にグラトニーに飲み込まれたエドワード・エルリック。彼は今真っ黒な闇の中に佇んでいた。それにしても、なんだここは。星も月も見えない。ただの夜ってわけじゃないよな。生き物の気配がしないから、野外でもなさそうだ。ここに来る前、しばらく歩いてみたんだが、ひたすら暗闇だった。どこまで行っても終わりがない。出口見つけるまで探索するしかねえな。これって、ひょっとして、クセラプセスの遺跡の位置？やっぱり変だぜ、ここ。いろんな建物やら転がってるけど、時代がバラバラだ。どうなってんだ？そもそも、本当に出口あるのか、ここ。いくら歩いても、全く壁に行き当たりそうにないぞ。知らん。知らんが出る！こんなとこで行き倒れになるなんて真っ暗だ！それに、待ってる奴もいるしな。おめえにも待ってる奴がいるだろう。さて、おしゃべりはこの辺にして、さっさと進もうぜ。俺は、真の皇帝になる男だ！
対負けねえ。俺は真の皇帝になる男だ。格の違いを見せてやる。やるね。俺は真の皇帝になる男だ。そこだ。格の違いを見せてやる。血の気多いな。畳みかけるよ。格の違いを見せてやる。レッドマス行くぜ。になる男だ。そりゃ格の違いを見せてやる。どうだ、行くぜ。そりゃレッドバス、格の違いを見せてやる。どうだ、行くぜ。
りゃ。やるね。絶対負けねえ。畳みかけるよ。どうだい。やるね。絶対負けねえ。ぶっ飛ばす。俺は真の皇帝になる男だ。そこだ。絶対負けねえ。じゃあ俺は真の皇帝になる男だ。わっ、絶対負けねえ。真の皇帝になる男だ。そこだ。おっと、格の違いを見せてやる。皇帝になる男だ。どうだい。決めるよ。そりゃ、なに、格の違いを見せてやる。レッドバス、行くぜ。どうだ。畳みかけるよ。絶対負けねえ。俺は真の皇帝になる男。格の違いを見せてやる。畳みかけるよ。絶対負けねえ。畳みかけるよ。格の違いを見せてやる。畳みかけるよ。前に進むしかないじゃないか。まさかこんなところでキメラに襲われるとは。待て、エド。どうした？何か来る。これは。騒がしいと思ったらやっぱりお前たちかよ。
エド、エンビーと戦った時、奴の足元を見たことあるか？いや。あんななりしてるけど、足が地面に陥没してたんだ。それだけ半端じゃない体重をしてるってことだ。ってことは、あいつ本体はかなりでかい？なんだこりゃ。そうだ、これが俺の姿だ。くそ、これのどこがホムンクルスなんだよ。俺は真の皇帝になる男だ。ダメダメ、そんなんじゃ格の違いを見せてやる。見るな、僕を見るな。何？バカだね。畳みかけるよ。そこだ。絶対負けねえ。ダメダメ、そんなんじゃ。見るな、僕を見るな。見るな、俺は真の皇帝になる男だ。そこだ。格の違いを見せてやる。ダメダメ、そんなんじゃ。行くぜ。ダメ、そんなんじゃ。クソだ。本当にバカだね。俺は真の皇帝になる男だ。そこだ。絶対負けねえ。ダメ。クソだ。バカだね。畳みかけるよ。どうだい？絶対負けねえ。滑稽だ。畳みかけるよ。絶対負けねえ。見るな、僕を見るな。本当にバカだね。俺は真の皇帝になる男だ。絶対負けねえ。どうだ。行くぜ。どうだい。助けて。死にたい。ぼさっとするな、エド。何をためらっている。殺せ。人が、エンビーの中に人がいた。助けを求めてる。違う、化け物だ。割り切れ、あれは化け物だ。畳みかけるよ。はい、約束は守るよ。そりゃ、見るな、僕を見るな。
格の違いを見せてやる。畳みかけるよ。助けて。絶対負けねえ。貴様、行くぜ。そこだ。遊びは終わりだ。何？バカだね。俺は真の皇帝になる男だ。絶対負けねえ。滑稽だ。絶対ヘッドバス。俺は真の皇帝になる男だ。どうだい。クソが。本当にバカだね。畳みかけるよ。そりゃ絶対負けねえ。前に進むしかないじゃないか。止まったな。遊びは終わりだ。エド、起きろ。目を覚ませ。くそ。